ルキーです。そしてちびまるでーす。ということでですね、本日はですね、昨日ちびまるちゃんの病院に行ってきたので、そちらの報告をしていきたいと思います。ということでちびまるなんですけれども、前回ですね、病院に行った時に横断のね、値が高いということで行ったんですが、横断はね、大丈夫で、ただちょっと体重の増えがですね、1日に換算すると 7g しか増えてないということで、ちょっとね、増えが全然ないということで、体重の増え方がちょっとね、少なすぎるということで、ちょっと1週間後にね、もう一回見せてくださいというふうに言われたので、昨日また病院に行ってきました。でですね、昨日行ったところ、とりあえずですね、1日に換算すると 42g ずつですね、増えていて、昨日測った体重で 3055g ということで、結構ですね、もう3000台乗ったので早いなというふうに個人的には思ったんですけど、ということでですね、ちびまるも 3kg に乗りまして、すくすくね、母乳を飲んで育ってくれているようなので、とてもね、昨日は安心しました。でですね、ちびまるちゃん一応ですね、横断の値も測ってもらったんですけど、横断は全然ね、 4.2 とかで全然問題なくすぐね、クリアしました。ということでですね、順調にすくすく母乳育児で育っているので、今のところね、安心だなというふうに思っております。そしてですね、次回ですね、ちびまるちゃんは1ヶ月後検診が今月の28日にありますので、その時にですね、一応また病院に行く予定となっておりますので、行ったらですね、また報告動画を上げていきたいと思います。ということでですね、ちびまるさんがちょっと口を開けておっぱいを探しているようなので、そろそろですね、ご飯を開けたいと思います。ということで、以上ミルキーとちびまるでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価を、そしてチャンネル登録がまだお済みでないという方はこちらからちゃんまるの成長動画を、そしてこちらからゲーム実況動画も上げてますので、ぜひぜひ登録お願いします。そして Twitter 気になるという方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひ Twitter もご覧ください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。